にちは、香川真司です。もともとコモンゴールというところで一緒にやってる中で、まあ、そのつながりで今回紹介していただいて一緒にやることになりました。本当に来てよかったなと、こういう活動ができているっていうのを実感できたので、現地の人たちの生活であったり、まあ、食事っていうものを実際目で見て、あ、こういう生活をされている子どもたち、こういう中でも笑顔で毎日過ごしている子どもたちを見て、まあ、初めての経験だったので、一人の人間としてこの経験というものは非常に大きいものだなって思います。やっぱ自分もヨーロッパでプレーしてても、やっぱアジア人という見られ方をするので、やっぱそういう責任というものを常に持ちながら今後も戦っていきたいなって強く感じました。それと同時に自分自身一人では何もできないので、やはりこういう活動で少しでも多くの子どもたちと触れ合い、いろんな国の選手、大陸の選手が集まり、一つになってこういう活動をすることで、こういう活動をより広めて当たり前のようにやっていけるように、いろんなものを正しい方向に持っていけると思うので、決して恵まれている環境ではないですけど、日々一生懸命生活を楽しみながら生きている姿を今回見て、僕自身が元気をもらいましたし、それと同時に彼らも彼らでこういう環境の中からでも夢は叶うっていうものを少しでも多くの子どもたちに達成してほしいなと。